今日10月26日、今ちょうど日没で暗くなったところです。で、外の温度計14度。家の中には一つエアコンもあるし、まだそんなに厳しい寒さっていうことはないんですが、夜中から朝方ぐらいはまあまあ冷え込んでくるので、この新しく設置した大型薪ストーブの試し炊きも兼ねて、薪ストーブに火入れてみようと思います。初火入れを。本間製作所 LS750 です。とりあえず空気の取り入れ全開、太い薪をポンポンと置いといて、杉の枯れ葉に細竹、この前割ったやつ、細めの枝、この前河原で拾った流木、これちょっと久しぶりなので勝手がよくわかんないですが、つくかな。ここの幅がやっぱすごい広いですね。前と全然感じが違うのでうまくつくか。じゃあつけます。とりあえず杉の葉はすごい燃えてる。ちょびっと開けといた方がいいかな。ああ、ちょびっと開けといた方が空気が入るかもしれないですね。最初の点火の時つきましたね。細い方の竹とかにも。完全に閉めます。全然変わりますね。全開なんだけどね。まあでも燃えてはいますね。ここ全開だったらもっと空気がすごい入るのかなというイメージだったけど、結構絞った設定になっているような感じに見えますね。前の HT50TX とかはこういうとこ2つ回すとこがあって、開けたらもっと空気が入るような感じだったんですが、これは結構絞った設定みたいですね。あ、この辺からうっすら煙上がってますね。あの最初に塗ってある塗装というか油というか、そういうのが煙が出てるようです。やっぱ前の HTC50 も最初こう煙を焼き飛ばすように書いてあったんですが、これもそうみたいですね。ちょっとしばらく窓を開けて換気しながら1時間ぐらい様子見で炊いてみようと思います。お、煙が、部屋のやつがなくなってますね。で、ここから白いのが出てたのも出なくなってます。これ多分胃腸だな、あそこに転がってた。これドア開けるときにちょっとこう、1、2ぐらい待ってから開けないといけないそうです。今バッて開けたからこう急にブワーってこう灰とか煙が出たけど、ちょびっとこう開けたらこうこっちから吸入する流れになるのでっていうことらしいです。今ちょっと初めてなので忘れますね。まだ慣れてない。もう完全にストーブ本体は温まりましたね。この距離だと熱い。熱量もやっぱ高いっぽいですね。前のやつよりでかいから燃費でも結構良さそうですね。なんか絞ってる感ですよ。今まだ全開だけど、
今夜の9時半です。ちょっと正面扉がでかいので煙が出やすいですね。なんか慣れないとまだよくわかんないですが、寝る前なのでちょっとこう多めに入れといてみようと思います。ちょっとここ絞って、これも半分ぐらいにしました。まあこれで様子見てみようと思います。LS750 を一晩使ってみて、ある程度は変わってきました。まず今朝5時半ぐらいに目が覚めて薪ストーブの方を見たら、まだ赤く光って中に底の方炭が残ってるのが分かりました。だから朝やっぱ寒いので、ドア開けて竹パラパラパラって乗せて、細巻き中巻きみたいの置いて、まあ大きいやつのポコポコって置いておいて、こうちょびっとこうやっぱドアを開けてあげました。で、スーッと空気が入って、まあちょっと3分ぐらい経ったら火がついて、で、そのまま10分ぐらいまではドアちょびっと開けて燃やしておきました。で、火が結構行き渡ったなって感じの時に閉めて、で、これ一つコツだなって思ったのが、正面の扉がすごく大きいので、まだ薪の形が残ってて炎が結構メラメラ燃えてる時に、あそこ隙間あるからもう一個足そうとか思ってこう開けると、ちょっとやっぱ煙とかが出やすいです。まだ炎がいっぱい上がってる時だから。なのでそういう時は開けずに、こうかなり薪が炭に近くなってきてチラ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 ぐらいの炎の時に開けて、足したら煙がほとんど出ないということが分かりました。まあこれぐらいの時に足すか、これよりもうちょっと早く足すかのような感じで、これちょっと遅いかなというようなイメージで、これも胃腸だな。ちょっとめちゃくちゃでかすぎる気もしますが、せっかく広いので放り込んでみよう。こんな感じで巻き入れるときはある程度適量というかボコボコっと入れてあげて、あとはまあ空気の調整とかはしてあげるとして、もうずっとこれで1時間とかそれぐらい放っておいて、これがまた縮んできてこうチラチラって炎になってきた時にまた次のやつを足すというような感じにすれば、煙も出づらいし、まあ手間もたまにでいいしというか、まあちょこ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 頻繁に開けない方が煙も出なくて良さそうです。とりあえずまあ使い方は分かりました。あとは灰の溜まってくる頻度とかがどんなもんかなと思うんですが、あったかいです。前のやつよりやっぱあったかい、大きいから。薪ストーブのすぐそばに置いてる温度湿度計、これ見たら今近いからっていうのもあるけど温度30度になってますね。まあ隣の部屋とか全然そんなことないんだけど、で、あの気になるのはこの湿度がすごく乾燥してます。だからやっぱストーブの上に鍋とか置いたりとかタオル干したりして湿度を上げてあげないといけないですね。乾きすぎたら喉にも悪そうだし、湿度が高い方が暖かく感じるらしいです。